皆さんこんばんは、石川美代です。今日は何をするんでしょうか？はい、今日はですね、ちょっと絵を描いてもらおうかなと思ってるんですけど、はい、まあね、なんかちょこちょこ描くシチュエーションあったと思うんですけど、だいたいいつも、ね、猫ちゃんとか、うん、描かないからね、ピエンとかは見たことあるんですけど、なのでなんかちょっといろんな絵描いてもらって、どのぐらいの画力なのかなっていうのを見ようかなって思ってます。そもそも人生で絵をちゃんと描いたことってないですね。まあそんなにね、大人になってから絵を描くシチュエーションがあるか。子供もです、私。あ、そう。絵全然描かない子供でした。絵嫌いだったんです。今日はそれを描いていただきます。今もだから本当に世界一無駄な時間を今皆さんが過ごすことに。じゃあまず猫を。猫、これは全部体もですか？体も描いてみましょう。絶対シャープンとかいらないからね、私。全部一発書きよ。そういうね。せっかくからでかいのに描こうかな。うん、体もね。あ、まあいいか。でも猫だから、ちょっとこういう感じにして。いつもの猫とはちょっと違う。体？お手ってってどっから出てるんだろう。こんぐらい。あ、ちょっと可愛げ。あ、でもさ、ちゃんと座ってるよ。はい、できた猫。はい、せーの。はい。あれ？意外と可愛い。ちゃんと座って足を見せるって、手も変なとこから生えてるわけではない。すごい。短いけど。肉球を見せるというテクニックも。なんか思ってたのと違いますね。なんかあの絵描けない人あるあるの、なんかこう全部同じサイズの足みたいな。私よくやるけどね、めんどくさいとあれになる。なんか意外とセンス味を感じましたね。あら、そうですか。猫はよく見てるしね。それ可愛いな。テディベアみたいな座り方してる。トレーナーそれでもよかった説あるけどな。それは嫌だな、もうちょい可愛く。いつか私の描いたやつも作ってもいいかもしれないデザインで。じゃあちょっと動物つながりでキリン行ってみましょうか。キリンね、キリンこそ私とのから足が同じになりそうだけど、キリンってそもそも足一緒だもんね。キリン首から描いたけどいいと思うんだよね。顔覚えてないな。目ってどこにあるんだろう、キリンって。ぶっさ、こういうあの進撃の巨人のさ、物運ぶあれみたいになってる。待って、足やば。足間違えたけどもいいか。足間違えたとかあんのかな。なんか内股になったこのキリン。キリンって尻尾あったっけ？あるよね、きっと。絶対こんな長い尻尾ではなかったわ。なんかどういう柄してたっけ、キリンって。こういう感じじゃない、足がこういう感じじゃないな。馬かな。目が怖いですね。キリンって尻尾あったよね。でもこんな尻尾じゃなかったのか。あれ？なんか首が長いければキリンに見えると思ってたけど、なんか全然馬に見える。これ足かな、体がなのかな、柄かな。あー、こういう柄か。全然違うわ。確かにこういう柄してた。あー、耳があって角があるんだ、これ。じゃあ次、次は電車お願いします。電車とバスの違いあんま分かんないけどね。長さの違いでしょ、きっと。ガタンゴトン。あれ、タイヤってあったっけ。タイヤあるよね、絶対。ガタンゴトン。上になんかこういうのついてるよね。もうこれ以上やっちゃいけない気がする。記憶が分かんないですよ、電車は分かんないんで。なんか浮いてない、これ。でも電車に見えるよね。うまい。あの、エシリトリとかで電車ってギリ伝わるみたいな感じじゃない、これ。確かに、うん、ポイントはここまで。
つなげたということですね。あの本当に下手な人そのあのあれできないからね。遠近法みたいな。立体ですか。立体、そう立体。これ立体に入りますか。俺それできないから。ギリギリ立体。電車。あなんかでも、あそうそうこういうイメージで。あ線路横に書けばよかったのか線路。線路確かに走ってるところの線路なんて見えてたらこれさ。あの外れちゃってるよねこれ事故なんだよねあーなるほど日本地図書いてます。日本地図わかんないからなシンプルに。でもあのさあの蒸しパン好きだったからさチーズのあれ日本地図書いたんじゃん。北海道だけが北海道だけだったわ。書けないわ北海道も。じゃあうわ日本地図でしょ。でもなんかこんな私このぐらい簡略化されちゃった。いや私わかんない。いつもわかんないものは時間かけてもわかんないんですよ。あともうちょっとこう先端とかさ。え北海道が、あ、こういうことですか。なんかそう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 。変わんないんですよ多分。なんかちょっと歪ませてみただけだよ。ちなみにこれ歪ませてみただけ形一緒あーこれを書くのは無理だよきっと。もうダメです。見て書いてもなんか辰の落とし子みたいな。なんか出てる苦手ジャンルですねこちら。まあ形合ってるから。じゃあチアリーダー。あ急に急にそういう感じね。ちょっとそろそろ人間も描いておったな。人間を描くなんてしたことないな、それは全然。あ、じゃあ棒人間以外でお願いします。可愛い女の子を描きたいんですけど、もうダメな気がする。え、チアでしょ？チアの服がね。覚えなんだけど、私着てたんだけどな。やばい、めっちゃ胴長にさせちゃった私みたいな。ねえ、ポンポンもかけないよ私。え、ね、普通にうまい説あるかも。ちょっとずれてあげた。え、可愛くない？じゃーん。いやうまちょっと足が短すぎるこんなの気がする。かけちゃうな。確かにこれはなんか幼稚園の先生みたいな画風ではあるかも。あポーズもいいんじゃない。ちょっとサボったけどこう後ろに隠すっていうのでこうしようかと思ったぐらいでこうやって。いや、リーダー女うまいでいいなぁ。書いたことなかったからな、私。そういえばなんかこう時間をかけてちゃんと書くっていうのないからだったと思う、ね、あのいつもさこうサイン会だと書ける時間が10秒絵を書くってなると10秒20秒で猫を書くぐらいだからかな、ね、終わる？なんかこれ以上書いても下手なの見れなそう。問い箱飛んでるところ。おお。問い箱から書いた方が良さそうですね。あ、待って、問い箱でもこの間見たんだよな、金マーで。どんなだった。まずか、ま、ミスった気がする、もうこれ。プリンみたいになりそう。え？これ自分カンニングしてるけど、でも。カンニングしちゃってる今完全に。大丈夫ですよ、そのぐらいのあれは。足がやっぱ裸、どうしよう、裸なんだけど私が今裸に近いからさ、裸になっちゃった。え、あ、でもかけたわ、連載。これは飛んでるわ。うまい。でもこんな、なんでこんな小さい女がこんなの飛べるわけないかもしれない。でも読んだんだから。
読んだんだけど、この4巻結構でかいかも。なんかショックあ、でも本当にその通りじゃない？いや、うまいよ。でかもね、意外と空間把握能力みたいなのあるのかな。書けるんかい。書いてこなかっただけで、意外と書けるのかな。俺系ってやっぱその絵下手な人めっちゃ苦手なんで。あ、そうなんだ。俺全く描けない。ちょっと私うまいんじゃね。いや、うまいよ多分。私石りとりぐらいしか絵描いたことないですって言ってたから期待してたのに裏切られた気分ですじゃあクロールしてるとか。あ、私水泳できないから描けないかも、ね、泳げないもんね。どうでしょうこれは。え、クロールってどんなんなんだっけ。こいつだよね、なんか。私クロールできないからさだからさ、想像上のクロールみたいな。クロールのちょっとあの何、解像度が低すぎるんだけど、どっから手が伸びるんだろうね。死んでないこの人だもん。死ぬと思う。この人泳げないんだと思うあー、でもクロールってわかるな。わかります。うん、泳いでるかどうかちょっと微妙だけどね。でもおかしいもん。ああ、そういう書き方をすればよかったんだね。ああ、なるほど。惜しかったの。最初まではよかったの。てか、多分こんな横で書かないってことない。こうなってもらって、今。ここのタイミングを書くのか。あ、確かにこう浮かんでる時にこうはやんないってことか。私、泳げないからわかんないのか。書くタイミングが私だってこう絶対違うもんね。埋まってる時に、息継ぎ。じゃない時にこれやってる私これ確かにそうだね。クロールできないからさ、息継ぎしないでクロールしてる時ってことかっていうことですかね。感じだよね。なるほどなるほど。でも口開いてんだよねそれなんかお題出してもらう。っていうか、じゃあなんか俺がお題出すか、ゲストさんも書いてよ最後。もう俺もピッチャーがボールを投げてるところ。あー、なるほど。うん、難しそうですね。絶対書けないじゃないですか。絶対書けないじゃあ、これ絵心とかではないですよね。なんかこう、表現力テストじゃないですか、これ。確かに、絵心だって書けちゃうの投げるところこうやってだよ、なんかここカンニング。あー、後ろに曲がっている。そうね、後ろに曲がるという表現ができるわけがないのである。無理じゃない。だってこれ見ながら書いても私書けないけどこう曲がるでしょ。めっちゃムキムキになるかも。私なんかすごいモニター駆使して描いて。いやだって書こう、そうしないと野球のボールだけはしっかり書こう。あ、もう野球じゃない。待って、なんかのめり込んで手がボールになったんだけど手を、指をかかないといけないの。私握り方わかんないからこういう感じにしちゃおう。なんか長袖着てないっけ。違う、なんか黒いの着てるよね。でもそれ練習着だな。いや、でもアンダーシャツ着る。アンダーシャツ着るよね、はい、黒いやつ着てるよね。なんかピチピチの。いや、私全然片方の手の正解が分かんない。こうなった後のこ新聞に手が前なのかな、これって。こうなってたら手は前か、まあ、ここが変ですね。あー、なんかこんなのって気がする。確かに A 順くんはなんかカスカスになってきた。違う、こんなゆっくり書くから。こうなる。そう、手ってこんな感じで。足何？もうこっから横向かせるの無理だよ。顔が真正面な時点でこんなでも今こうで私今顔とか足はあれだね、前だね。左足前なんです、ね、そうだ。逆の足が前ってことでいいんですよね。投げる、そうだね、投げる方の足と。もうダメそう、全然力入ってないいや、足、服がマジでわかんない服マジでわかんないわ。今のところいいんじゃないですかね今までで一番温かみのある絵になってる気がする。もう私これ以上無理だよ。全然記憶ないな。顔にしか目いってなかったからさ、ダイヤ見てた時。
感じ。嘘でしょ。マジ。いや顔じゃない？マジか。結構顔だよ。顔とストーリーでしょ。どっちかっていうと制服姿の方が燃えてたかも。私はダイアナです。めったに出てこない。可愛い。あ、書けました。俺もうまくない。私はちょっともう今すぐぶっ倒れそうなので。まあ投げようとしている感じあるけど、これは完全にキャッチボールですよね。そうっすただ目だけすごい本気。そうですよ、だから小学生のガキみたいな感じ。160キロぐらい投げたそうな顔はしてる。怖いね、目が真っ黒ですすごいね、決まってるね。石川高校石川高校のエースはい、エースじゃないと思うこれキャッチボール要因の感じですね。はい、はい、ということで、じゃあちょっと先生見せてもらっていいですか。わ、すごい。これはもう投げてますわ。あー、さすがっすね。投げてますね、完全に。すげー。すごいね。しかも結構なスピード出てそうだね。さすがだね。あ、でもグローブしてますよ。あ、そうだ、グローブしないとそうだね。私キャッチボールだ。だからキャッチボールに見えるってことだ。そうだね、逆側グローブしてないと。確かに忘れてたね。それはキャッチボールです、これ。確かに、それはキャッチボール。これで試合には出れません、うん、いてってなるやつね、キャッチする時に。そうね、あとキャッチャーからの返球をもらえないよね。うん、だから手を怪我する覚悟でもらいに行くなんか思ってたより欠けましたね。まあ、うまくはないけどねギリ伝わるぐらいの。飛び箱はちょっとびっくりしましたね。めちゃうまかったっす。飛び箱割と得意なんで、それもあるかもしれないですね。飛び箱とかマットとかも体操とかそういうのめっちゃ得意で、室内系のこう飛び跳ねて体を動かす系はすごい好きでした。球技以外は好きだった。はい、ということでここまで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。バイバーイ。はい、パンです。これ苦手ジャンルですね、こちら。まあ、形合ってるから。四国ないですね。四国も九州もない。それはもうくっついたっていう。くっついてしまったんですね。じゃあ次。初めて書いてるわ、日本人。中学校の時テストで書かなかった。中を埋めるは書いたけど、形は書かなくない？なんか世界史の授業で。形書いて。世界史で？あ、世界史じゃない、日本史で。私なんかそう、地理みたいな授業でやった。世界史だってやばいね、日本の話。地理じゃない、歴史。なんだろう、社会か、うん、小学生の時。でもあの都道府県埋めるクイズしかしたことない。都道府県埋めるのもやったね。書くのは全くやってないね。これ小学校だったよ。うん、全然書いてない。私だってエジプトしかわかんない。私エジプト私エジプトだけ絶対外さないですからね世界地図で見るとき、はい、すごいね、絶対わかるんですよ、エジプトだけ。わかんないわ、エジプトの場所どこにあるの。私エジプトについてすごい調べた時期があって、うん、エジプトだけ知ってるって、ね、エジプト文化についてめっちゃなんかすごい興味を持って、なんかすごい調べたんですよ、エジプトの歴史について。個人的にミイラの作り方とか調べたり、あの象形文字あるじゃないですか、はい、象形文字をなんか頑張って覚えようとしたりした時期があって何故そうなるの。それなんかエジプト知ってて、エジプトを知ってるって言い方あれなんですけど、そもそもエジプトってその日本でがあったとしたらどっちが右側左側。左だと思う。左、うん、アジア。左っていうかそのこうでっかいあるじゃないですか、もうこの丸い地図じゃなくて、このでっかい広げた時に左だと思う。全然わかんないわ、うん、はいどうしよう、違かったら、いいえ右ですみたいな。で、私の見てた私の地図帳っていうかあれではそうだったの。